皆様ご機嫌いかがでしょうか。穂積寺住職の脇田聖徳こと聖徳くんです。このチャンネルは運を高めて豊かな人生を送るための内容を配信しております。よければチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。さて今回はですね、風水についてお話を差し上げたいと思います。中でも金運にまつわる風水、私たちにとって身近なアイテムでもあると言えるお財布についての、運気アップのための4つのお話、こちらをお届けしたいと考えています。で、ただ運を高めるためにはまずは土台作りが大事、これが風水の鉄則なんですね。そのためにお財布ってお金に愛されるための、すごく身近なアイテムなんですけど、やってはいけないことからマスターしていくことが何よりも大事だと言えます。ですので今回はお金が逃げる財布の扱い方、ここから逆にお金を大事にしていくという発想を持っていただくことができたらと考えています。お金というのはあって困るものではありませんよね。お金が嫌いという人はそれほどいないような気がします。嫌な思いをしたっていう経験はね、もしかしたら終わりかもしれませんけど、でもあるアイテムの扱い方、財布ですよね。この財布の使い方を間違うとどんどんお金が逃げていってしまうんです。そのアイテムね、ズバリお財布なんですね。で、もしかすると間違った扱い方をしていないでしょうか。そこで今回はお金が逃げてしまう財布の扱い方というものを運を良くするためにまず最初に押さえておきましょうということでご紹介させてください。まずですね、お財布に関して、財布自体から見ていきたいんですけど、1つ目、破れたお財布だったりとか表面が剥げたお財布を使う、これは NG です。自分のお財布の中身っていうのをよく観察したことって皆さんありますか？意外と財布の中身っていうのをじっくりと眺める機会っていうのはないものです。そのため気づかないうちに破れていたり、あと皮の部分が剥げたりとかですね、破れて、すすけていたりしてることも少なくありません。もしもそんな痛み財布というんですけど、痛み財布を使っていたとしたらかなりやばいと言えます。稼いでも稼いでもお金が逃げていってしまうんですね。破れている財布を使うとお金が入ってもどんどん出ていくので、できるだけ早急に買い替えたり、もしくは補修することをお勧めします。買い替えるといっても値段はそれほど高いものでなくても大丈夫です。高い お財布を使うから高くお金が入ってくるってわけじゃないので。でも破れているお財布はですね、本当に適面に金運落としてしまうので、ぜひ交換することをお勧めします、ね、愛着があって使っているものだったら補修ですね。では次に2つ目、お財布の中が雑多で整理をされていない。お財布というのは基本的に余計なものを一切入れないというのが鉄則なんです。でも知らず知らずのうちに財布の中身にはですね、レシートだったり領収書だったりの紙類、そしてスタンプカードだったりとか、あとはメンバーズカード、こういったものがどんどん溜まっていってしまいますよね。もしもあなたの財布の中身がレシートや領収書、カード類でいっぱいなら危険信号です。お札以外のもので財布がパンパンになってしまうと、もうそれ以上お金が入ってこなくなってしまうんですね。同じ理由から小銭で財布がいっぱいになっているというのも NG です。だから、
お財布入れはお札入れと小銭入れに分けましょうって言われているのはそういうことなんですね。ですので常に財布の中身というのはシンプルに整理をしておきましょう。そして次に3つ目、明るい色味の2つ折り財布をメインで使う。これ一見ね良さそうに見えるんですけど NG なんです。長財布がお金を呼び込むっていうのは一般的に知られていることだと思います。これは理由としてお札を折りたたまない、つまりお金を大切に扱っているということだからです。そのため二つ折り財布をメインで使っているとお金から愛されなくなってしまうことになるんです。またお金というのは実は暗い場所を好みます。財布の色は黒、まあ、真っ黒というのはちょっと使いづらいかもですけど、比較的明度が低いものを選択するのが理想的です。明るい色味のお財布を使っているとお金がですね散財傾向になってしまうというか、どんどん出ていってしまうという結果になるんですね。ですのでなるべく明度が低い長財布を使うようにする。これがお金を自分の手元に手繰り寄せて、そして、貯蓄していくための一つのお財布の風水です。そして最後4つ目、これは同じ財布をずっと使い続けるというもの。同じ財布をですねずっと使い続けるっていうのは物を大事にするっていう意味ではとてもいいんですけど、ただ風水的に金運っていう面で考えると良くないです。お財布は風水的にお金を呼び込むエネルギーを持つアイテムです。でも物にはすべて寿命があります。どんなに思い入れがあったり気に入っていても、あまりに長く使い続けているとお財布のパワーというものを享受できなくなってしまうんです。財布の寿命は3年、3年だと覚えておいてください。お財布は3年以上使い続けるとお金を呼び込まなくなってしまいます。買い替えるということを前提に使えるように心がけるといいのかなっていうところですね。そうしないとお金が出ていくばっかりになってしまう恐れがあるので、3年でこのお財布を使い倒そう、大事に使おう、ね、このお財布と一緒に生活しようという気持ちでやっていかれるのがいいと思います。はい、ということで今回はお財布の風水、中でもやってはいけない風水についてお話しさせていただきました。お財布はお金の入り口でもあり出口でもあるとされています。そのためお財布の扱い方を間違えてしまうとちょっと恐ろしいことになってしまうんですね。お金が入ってこない上にどんどん出費がかさんでしまうなんてことにもなりかねません。お財布は正しい使い方を心がけて大事に扱うようにしましょう。そうすればきっとお財布もその気持ちに心意気に応えてくれて、使っているご本人あなたに目覚ましい金運をもたらしてくれるんではないでしょうか。はい、ということでお財布にまつわるやってはいけない扱い方4つについてお話しさせていただきました。それでは皆様、本日も最後までご視聴ありがとうございました。良きことがさんさんと降り注ぎますように。ありがとうございます。